Hi, this is Rieh i r a m a t s u an English-Japanese conference interpreter and foreign accent reduction consultant living in England. イギリス在住会議通訳者、発音改善コンサルタントの平松 r 恵です。Phonix シリーズをご覧いただきありがとうございます。Phonix って何という方は、プレイリストの中にあります A のところに戻っていただき、その冒頭で説明していますので、そちらをご覧になってください。 Let's begin では単体の S というこの文字と音について右側に 太陽の写真が載っていますけれども、この一番上の単語は太陽を表す sun です。これ息子 son の方も sun と言って同じ発音です。綴りが違います。で、その次ですけれども、こちら saw です。これ so ではないんですね。最後が w になっているので、 その継りに引っ張られてそうと言いたくなるかもしれませんがこちらそうなんです発音記号を見ていただくと C がこう鏡文字でひっくり返ったものにコロンのような点々がありますこの点々は伸ばすという意味なんですがこの C のひっくり返った音はあーの音ですああ短い場合もそうです。 この点々がつくと伸ばすということなので、あーということですね。ここに S がついて、さーということです。では次はというと、soap。石鹸のことなんですけれども、発音記号をご覧いただきますと、E のひっくり返ったものがあります。これは曖昧母音、手話と言います。手話の隣にう、うの音ですね、があります。おうという音です。 二重母音になっていソープ O という音ですね。Coat なんかも間が O と A になってますので O という音です。同じ音です。続きまして Sock そして Sandwich San このサンドイッチの D はほとんど発音されませんがサンドイッチではないんですね。 でとこう破裂させないのに D の位置に下は持っていかないといけません。サンドウィッチ。a n d w i c h いいでしょうか。こう少し言うんです。ちゃんと。サンドウッチんんこう。結構飲み込む感じです。はっきりサンドウィッチと言わないように。かといって全くこの D を発音する。

通じなかかった時の方が恥ずかしいですええ何言ってるかわからない的なリアクションをされた時の方が恥ずかしいと思いませんかなので「サンドウィッチ」慣れてくるとね人前でもできるようになりますのでぜひこう「チュ」とやってください SH という文字と音ということなんですが SH の場合は シュという音です。シュはシのシュという音とは違います。徹底的に違うのはシュ。先ほどのチュと同じで、シュ。かなり唇を突き出すということですね。シュってやるときのシュ。これです。シュ、シュ、シュ。これをしっかり毎回作ってからこの音を出すということです。 と同時に、無声音なので、シュとならないようにしてください。シュ、シュ、これです。無声音です。シュ、シュ、シャル。これ最後、L ですね。オーという音です。シャル。シュ、シュ、シー、ショー、シップ、シー、 シープいいでしょうか S と L スルという文字と音ということでスここス「すすす」スとならないように小さい「う」がつかないようにしましょう完全に S の部分は無声音です L は有声音なので「スルス

スリッパ一番最後のスリッパーなんですがスリッパーとなるとスリーパーと聞こえてしまうのでこのえっていうタンボインのえいえいスリッパーえっていう音はいとえの間ぐらいの音ですかなりゆるい音なのでスリッパ,パーにならないようにしてください。寝台者とかスリッパーって言いますが 寝てる人とかも、スリーパー、よく寝る人とか、スリーパーではなく、スリッパーです。いいでしょうか。スレッド、スロー、スリープ、スライド、スリッパーですね。S と N、ス、ヌという文字と音です。ス、ヌ、ス、スネイク、ス、スナック。 これ、スーッとならないように、スススこれニュートラルの口の形なんですが、スッでもなく、スッ、スッスここから始めてください、ス,スネーク、ススナック、ススネーカタツムリのことです。三つ目です、スネーこの L がダーク L といって、ちょっと癖物です。 「L」には変わらないんですがクリア L とはちょっと違ってあえて日本語で表記するならば小さい「う」のような音なんですねでもあまり日本語をこう当てはめて考えてほしくないので音であの真似するようにしてください「スネイル」いいでしょうか「スネイル」「スノー」「スノーマン」 でしょうか。スノー、スノーマンですね。S と P、スプ、スプという文字と音、ここですね。スとなる人が多いです。スプ、スプ、スプーンとなる人が多いんですね。ス、ス、ス、先ほどのニュートラルのスと同じです。全く同じです。ここから始めてください。 スン。難しいですね。スプーン。ププのところで、こう、唇をとっさに合わせないといけないので、スって言っておいて、プってこうなるの難しいと思いますが、ス、スプーン、ス,スとにかく、スとならないように。母音が入らないようにしてください。ス、ス、ス。ス,スプーン。スピル。スペース。スパイ,ススパイダー。 スパイダーででもいいですねスパイダーちょっと北米寄りに発音してみましたスパイダーこちら最後に言った方がイギリスっぽいかなスパゲティこの S の後に来る P なんですけれども先ほど P の音の時先ほどというか P のところでこ紙を使ってプッとこうプッかなり 息を強く出してですね、勢いよく髪が動くように言ってくださいと説明したと思うんですが、こういうクラスターの時の P は、この S の後の P とかですね、の時は、スプーンとはやりません。勢いよくこう、髪が動くような P ではないんですね。スプーン、スプーン。いいですか ススププーーンン動いいてないですよねここで「スプーンです」ここでスプーンとやるとちょっと、うん、あんまりナチュラルではないかなという気がしますですので「スプーン」「スピル」「スペース」「スパイダ」「ースパゲッティ」とやるようにしましょうでは「S」と「T」「ス t という文字と音です このパターンもすごく多いですよねはいこの時もスッともにですね無声音なのでスの後に小さいウすスとかツの後に小さいウでトゥとかスッとならないようにしましょうスツスツですニュートラルの状態でスツスツスツス ストーリー一番最後ストーリーここはリストーリーこういう音になるようにしてくださいストーリースターステムスタンプストーンストーリーでは S と W の組み合わせいきます

スワンかな人によってちょっとずつ発音が違うかなと思います。スワン。白鳥のことですね。スワン。スウィム。スウィープ。スウィープ。スウェッター。スウェッター。ちなみに、セーターはイギリスではジャンパーと言います。ジャンパーと言いますね。スウェッター。 スウェーダーっていうのはアメリカ英語ですね。はい、次ちょっとスペシャルで難度の高い S この S に続くクラスターということで今までは S のあと1個だけでしたよねなので2つのシーンまでしか続いていないんですが次3つ。 ちょっとと紹介したいと思い思ますこれヒントですこの絵がヒントなんですがはい STR この組み合わせ多いですよね本当にこれはどうなってるかと言いますと「STR」「s バラバラに言うとですね「STR」こうです最後の「R」だけが優勢音で「s もう,もう無声音ですこれを一緒に言うとどうなるかというと「ストルストル上から street」ストリート「street」こう「street」ってなってないところにあの注目してください「s t s t s ここを練習しておいてほしいんですね「ス t s t read」 ちょっとこう st の部分と r からの reet のところをちょっと分けて reet, reet, reet でこう r を練習しますよねそしたらこの後で st, 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 st ここ口の形あのニュートラルにしておいてください st, st, street, st, street, reet, reet, st, st で慣れてきたら street で次 strong 次、stranger。これ、ストレンジャーではなくて、anger、anger、a です。stranger、stranger。今言った方がイギリス発音かな。で、えー、北米ですと、このあ最後の r を発音するので、stranger って言うと思いますけども、イギリスの人ですと、えっていう感じで、手話で終わるので、曖昧母音で stranger、stranger。 でお待ちかねのストロベリーですけれどもこれストローのこともこれわらのことなのでこの最初の部分 B より前の部分ストローストローと言えるようにしましょうストローくださいとあんまり言ってほしくないですけどね今プラスチックでストロー結構イギリスでは紙ストローにしましょうなんて言ってますのでなかなかストローくださいって言いづらいんですけれどもこの ストローというときも、ストロー、ストローと言います。ストロー。この aw もですね、先ほど説明した、あーの音、さーのときの aw と同じです。ストロー。伸ばすだけです。二重母音ではありません。ストローブリー、ストローブリー、ストローブリー、スト st、ちょっとここ置いておくじゃないですか。 ローブリー、ローブリー。ちょっと違う単語ですけどもね。ローブリーだと。ですが、ストローブリー r r y で練習をして、できるようになったら、st、st、st という無声音を2つ続けていきます。ストローブリーストローブリーストローブリーいいでしょうか。次。語の頭ではなくて、途中とか最後に、 この組み合わせが入っているパターンです。オーケストラ、オーケストラ、エストラ、エストラー。この CH の後 E からを練習して、エストラ、エストラ、エストラ。で、オーケストラ、いいでしょうか。オーケストラ。このスペシャルのこの s t r に関しては、 あのカードを使ったエクササイズには入れていませんっていうのはちょっと難しすぎると思いますなのでまたの機会にこういったあ文字の多いクラスターは取り上げていきたいと思います、はい、では音声をオンにして一緒にやってみましょうフラッシュカードでエクササイズです <music> Sun saw soap sock sandwich shell sh, -sh she, sh -sh -she. Show. Sh, sh ship. Sh, sh sheep. Sli 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 sl sled. S sl slow. slip sl, sleep. S sl, slide slip slip slipper S sn 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 snake S sn sn snail S sn sn snow S sn sn snowman spoon sp sp spill sp, sp space sp, sp spider sp, sp spaghetti st st star st, st stem st Stamp st, st stone sw sw, sw, sw swing sw sw, sw sw swan sw sw swim sw sw sweep. sw 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 スウェターお疲れ様でした。ポニックスは発音改善の基礎です。基礎固めは何事においても大切ですよね。ポニックスマスターワークショップということで3回に分けて行います。大人のやり直し英語はもちろん中高生、大学生が新しい語彙を覚える時にも初めから 正しい発音でインプットするようにしましょう。詳細はウェブサイトに載っています。URL は概要欄にあります。チャンネル登録と高評価もお願いします。